さあ、気力も魔力も十分だ。いざ神田だ。ん？何かあるな。昼の賑やかさが嘘のようだ。江戸も眠るのだな。何を黄昏れているんだ。着いたな。では小説の私塾を探すぞ。ふむ、待っていろユイ、ライダー。癒されるな。ほーら、怖くないぞ。オイラの見てる前でよ、じいさんが急に姿を消したって話信じるか？そんな、まさか。そのおじいさん、彼岸のお化けなのかい？ おい、やめろよ。よく来たの。またいつでも来とくれ。犬か。よしよし。セイバー、通れるか？無理だな。尋常の壁ならまだしも、術の壁は難しい。結界を張るとなれば、先に小説その人がいるやもしれん。しかし進めない。何としてもこの壁を抜けねば。狼藉者、姿勢は？ほう、ユイの手先か。また！
かったな、より。押し切る。さ、し、氷雪先生がおんために、ここは通さぬ。震えよ、皆の衆。死の方、受けてみろ。次から次へとよくも出る。なんたる邪魔。ユイの本拠はすぐそこだぞ。ぼやくな、セイバー。倒し続ければいずれ尽きる。待て、イオリ。ここは一度引くが得策じゃ。じいさん、どうした。必死祭は後だ。リーチの魔力がいる。急ぎ浅草で霊脈につなげ。36系逃げるにしかずか。セイバー、戻るぞ。じいさん、結界を突破する手立てはあるか。なくもないが、難しいじゃろう。あれは腕の立つ術者が時をかけて構築した代物。イオリでは単純に力量が足りん。霊地の魔力を多く得ていれば、あるいは。ではいずれかの霊地を狙うか。そうだな、霊地力を集めつつ他の道を探す。となれば霊脈に接続せねば。浅草に戻ろう。の地を抑えれば結界を破れるぞ。こちらを攻めてはどうじゃ。ほう、周囲の奨励地を全て抑えたことで囲いの中まで掌握できたぞ。このやり方ならしらみつぶしに回る手間が省けるな。わしがお前ならここを攻めとるが。俺は俺のなすべきをなそう。
運が良かったな、より。そうだ、てや、やっと、いや、てや、また一つ強くなれたか。この勝利、貴殿あってこそだ。より、新手だ、気を抜くなよ。おお、こちらにも結界が隠されて。どうやらここは術が甘いようじゃ。これまで集めたリーチ力があれば破れるかもしれんぞ。いずこかの地を抑えれば結界を破れるぞ。無理はするな、君は弱いのだから。弱くともやれるだけのことはやるさ。鋭き水の流れのごとく。いつでもよい、呼べ。やったな、セバ。これしき、喜ぶほどでもない。うむ、背後の奨励地に敵。なんだあやつら、どこから湧いたのだ。わからん、武士のようだが術者か。霊地とのつながりを断たれてはまずい、私が引き受けよう。待て、さすがに遠い。イオリが抑えた霊脈の上を私は風のごとく駆けられる。たちまちあちらに着こう。イオリは私に合わせて動け。我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。任せておけ、イオリ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。手早いな、もう終わったか。ふふん、当然だ。さあ、時が惜しいぞ、解く行こう。破れる結界があるようじゃ。見事なものじゃ、より。すでに霊地での戦い方を心得ておるな。ふむ、今のところ敵の姿はないな。このまま進めるといいが。かいか、行かせぬぞ、宮本より。小説の配下か、奴があの怪異どもを従えている。面倒だが分かりやすくていいな。行くぞ。
すぐに行く。巻き込まれるなよ。これはどうだ。揺るがぬ血のごとく。ユイの手のものは引いたか。潔く引くものだ。この先に罠でも仕掛けてあるんだろう。ミスミスハマりに行くのは嫌だな。ユリ。ああ、一度引き返そう。見ろ、ユリ。何かある。敵が落としたものか。じいさん。わかるか。どれ見せてみよ。わかったぞ。その中には霊地に呼応する術式が込められておる。おそらく霊地をめぐる争いに備え奴らの主が用意したのじゃろう。なるほど。連中これを用いて俺たちを襲ったか。霊地争奪を大いに助ける霊争じゃ。仮に援護霊争とでも呼ぶとしようかの。お前が持っておくとよい。起動の手順はたやすいしすぐにでも使えるぞ。麦わら土手は罠か。この道も封じられている。他に神田へ通じる道はないのか。先ほどの援護霊槍とやら使わぬのか。面白いことが起きるやもだぞ。セイバーは前のめりじゃのう。しかし悪くないやもしれん。はっきりとは分からんが、その霊槍移動にまつわる術が込められているようじゃ。霊脈がつながっておる他の小霊地へ素早く移動できるかもしれん。もしや先ほどの敵同様の術を使って現れたのか。クレースを使ったの。これまでわしが指導してきた甲斐があるわい。伊豆コカの地を抑えれば結界を破れるぞ。伊豆コカの地を抑えれば結界を破れるぞ。おお、霊知力で結界を破ったか。よう集めたのう、ヨリ。遠回りだが、
こちらから神田への道を探そう。小石川から怪異、その手の魔力を有した霊地ということか。本当にこちらでいいのか？神田とはだいぶ方角が違うようだぞ。神田上水というものがある。水路を用いて神田に入れないかと思ってな。水脈は霊脈に通ずるとも言う。おそらくは小霊地が連なっておろう。伊豆湖下の地を抑えれば結界を破れるぞ。貴殿は先ほどあの怪異を魔力の流れを断ちましたのよ。私には上野から魔力供給がありますもの。私戦うことはできませんけれど、霊脈を使って伊織様をお助けしますわ。霊地に紐づいての限界であるゆえ、己が霊地から伸びる霊脈に力が及ぶのじゃな。だけどこの前はあまりにもののけが多くって、上の近くの小霊地が全部奪われたり。それは難儀だったな。はい、そうなのです。でもこうして伊織様にお会いできたのですから、難儀した甲斐がありましたの。夜が明けてしまうぞ、伊織。いや、その言い方が意地悪だった。すまぬ。急ぎ小石川へ行かねばならぬので、あまりゆっくりはできぬぞと伊織に釘をな。そんな、伊織様、私に会いに来てくれたのではなかったの？すまないアリア、外せぬ用向きがあるんだ。まあそうなのですね。一緒には行けませんけれど、せめて私の思いを受け取ってくださいまし。もしもアリアに会いたくなったら、上野を通る霊脈に接続していただければ、伊織様の呼びかけに応えてすぐにでも会いに行くと約束いたしますわ。ありがたい。その時にはぜひ頼む。はい。あれはこの池、上野の忍ばずの池。ここには大蛇が出るという噂があるが。大蛇か。
こかの地を抑えれば結界を破れるぞ。敵のまじないだ、気をつけろ。破れる結界がある。いずこかの地を抑えれば結界を破れるぞ。よし、敵は撤退したようだ。うまく断ち切ったな。我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。任せておけ、ヨリ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。奪われたか。ヨリ、こちらは何とする？破れる結界があるようじゃ。見事な立ち回りじゃな。敵の這い出る隙間もないぞ。小説の手先がいないとよいが。ふう。配下とするマスターの拠点だ。剣を抜け、ヨリ。てめえらどうやって入った？敵か？やっちまえ！てめえらここが誰の眠らか分かってんのか？まったく命知らずな奴らだぜ。命知らずはどちらか教えよう。水の型で行く。出番だ。すぐに行く。巻き込まれるなよ。どう
みの見物とは。ここの主は随分と臆病なようだ。死の方。戦を楽しんでるじゃねえか。何の話だ。とぼけるなよ宮本伊織。ここは貴様の拠点だったか。それでどうする。語らいに来たわけでもなし。そうだね。それじゃ始めるとするか。俺はチエモン。せいぜい喜べ。ここも地獄だ。切る。
き水の流れのごとく。これはどうだ。助かった。パス。気を散らしている場合か。次から次へとキリがない。ならばここは未だ潜み続ける奴らの視界を叩くの先決か。蹴取られたか。口よ、浅はかな強者ども。お前の腕試してやろう。残らず塵といたしましょう。セイガ、先ほどはすまなかった。今さらながらに痛感した。俺は弱い。俺自身が思うよ。ずっと。まあ確かに君は弱いと思う。だって余分が多い。
戦う者として優しすぎる。あまり無理をするな。カヤを泣かせることになるぞ。押し切る。合図をくれ、ユリ。いつでもよい、呼べ。いつでもよいぞ、ユリ。合図をくれ、ユリ。こっちだ。ここにいたわね、二人とも。敵の居所を見つけ出せとは言ったけれど、ちゃんと義理を果たしてくれるなんて、こっちの伊織くんもしっかりしてるじゃない。師匠。武蔵、なぜここにいる。荒事の気配がありましたので。それよりも強敵揃いで頭数足りてないんでしょ。その蛇の親玉、私がもらいます。お嵐のように過ぎ去っていったな。まあいい、やつは武蔵に任せよう。ランサーを追おう。うむ、行くぞ。それじゃサクッと片付けましょうか。木の塊、バーサーカー。短期を選ぶは、よらば味方をも殺すがゆえか。まさか、こちらの私のまな弟子、わけなく切るはずもなし。詰まるとこ、私のわがままです。邪魔者なしで強敵と切り合いたいってね。万代自在天地、異王クリから小テンション、行くぞ剣豪バット、イサナ大テンション。しかもな感じ、薙ぎ払います。
受けてみよう。口寄せ。ひらめいた。自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イサナ大戦勝。今宵は侵入者にこと書かんな、なれば長いは無用。逃げ足の速い。ははん、きっと名うてのアサシンね。まあ今はこれにて満足としましょう。伊織くんたちは生きてるかしら。ライダー、いえセイバーですか。いかにも悪鬼の共柄よ、潔く撃たれるがよい。あれはライダー、いや、あるいはセイバーか。主を持たぬはぐれのようだが、すさまじい気学。狙いはランサーか。好都合だ、利用してランサーを仕留める。
つのみ。は闇を招く、そして闇を払うのは我が役儀。マスター、死をもって命じる。本物の地獄を見せてやれ。召喚呪文菩薩。オンアロリキャ。クラムヘイエトランジェ。言葉を借りるなら、36系逃げるにしかず。だが、さて、よりあまりに脆く、あまりに弱く、そしてあまりにも